電気師匠は大好きと申します。今回はグライオンというポケモンを使ってランクマッチも打っていきます。このグライオンというとですね、まあ今の環境だとまあ毒打って、で自分はポイズンヒールで回復してみたいなね、でまあそんな方のグライオンがねはびこっているんですけれども、でそんなねもうちまちました女みたいな戦法を使っているようなやつには今回制裁をねもうちょっと食らわしたいなっていうところで、今回のグライオンはですね、持ち物の光の粉を持たせて、特製砂隠れで回避率もぶち上げていって、全部の、技を避けるグライオンとして、使っていきます。技としてもこの身代わりを打って、相手のね技を避ける思考回数増やして、どんどん研磨をねガッチリと積んでいって、あとはタイプ1の自信と、あと素早さ上げるためのスケールショットというところで、まあ、このねグライオンがやはりこの最近のね、メスグライオン、メスのムービングしかしないようなグライオンをしっかりと自分のね持たされている特性そして火力で、ぶちなくっていく男のグライオンとしてね、オスグライオンで、今回はランクマッチぶん回していこうかなと思います。お願いします。はい、マッチングしました。 OKD34 さんお願いします。相手パーティーがミライドン、ミズロトム、ハッサム、ガチグマが原種ですね。でドータ君とピクシーというところで、まあロトムからちょっと入ってきそうなね予感もしてるんですけど、ハバカミから入る、ちょっと初手ロトム読みます。で裏にサダイジャとグライオンでいいんじゃないでしょうか。はい、お願いします。初手ミライドンから来るか、まあまあいいでしょう。さあハバカミ行って、まあ、そしたらいや、これはこれでね、まあ、全然良くて、ハバカミが今、ブーストエナジー発動しなかったのを見て、まあ、同速か、あるいはスカーフだから、ミライドの方が早いか、みたいな感じで来てると思うんで、まあ、ムーンホース受けるとしたら、まあ、ハガネタイプ2体いるものの、俺はここでしっかりと、俺はサダイジャに引いていく。まあ、ここは、ドラゴン技をね、ミライドン側が打てないっていうところで、まあ、電気技をね、読んでいった動きになります。サダイジャ行きましょうか。テラスタル。まあ、オッケーオッケーオッケー。これテラス切らしたのでかい。で、まあ、テラス切らせれば、まあ、電気技打ってきてるでしょって感じなんで、うわ、地面テラス。これは、どういうテラスでしょう。ミラーコート。なるほど。ミラーコート持ちね。はい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 。ただこれ、ミライドンがテラスタルを切ってしまったことによりですね、まあ、電気タイムなくなっておりますので、これ、サダイジャのヘビニラミという技が結構炸裂していくんですよね、これ。ミライドン引っ込めて、いやでもこれ、裏のポケモンにね、入るんで、ピクシーが来てしまうと、オッケー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 。あ、何これ。エレキシード持ちか。なるほど。ってことはこれピクシーあれだな。さあヘビーナミ入るんで、まあ、とりあえずヘビーナミ入っとけば、ピクシーはどうにでもなるので、まあ、おそらくこのピクシーあれなんですよね。アシストパワー使ってくる感じの方のようにも見える。瞑想積んでね、みたいな。こうなってくるとグライオンで研磨、いやーでもねこいつ天然だから、そうか、グライオンで研磨積んでもなんだよな。いや、じゃあここもう一回ハバカミでいくわ。ハバカミで特殊でぶん殴っていけばいいんじゃないかな。これハバカミ行って、そうね、コソバー、あ、コソバーか、瞑想じゃないんだ。まあ、コソバーで耐久をね、まあ、どちらにせよ上げてくるんで、そこに対して、いやもうこれテラス行くか、これ。いやもう、メガネテラスムーンフォースがもう最強なんで、フィクシーに重くそ圧かけていきましょう、これ。このフィクシーはね、ちょっと早いところ処理しとかないとかなりまずいので、もうメガネテラス行くしかないんですよね、これ。さあ、ムーンフォースでさ、これどこまで出る、これ。まあまあまあ、結構いいんじゃない、これ。1段階積んでる状態ですからね、これ。さあ、コスモパワーでどんどん耐久上げてくるんですけど、まあ、ただ、相手回復ソースがね、まあ、あれかな、月の光とか持ってると回復できるんですけど、そんなことしてる間に、いいダメージ特攻ダウン、これもでかい。月ピカ持ってるよね。いやー、これね、どうだろう。いや、ムーンフォース、電気消え去っていき、いや、これムーンフォースの PP 上げてないのが、ちょっとアダとなるかもしれないけど、いや、ムーンフォース、それでも連打していって、まあ、急所もあるからね、これ。急所、打てば、はい、毒攻ダウンね、でかい。いや、そこのコソバは多分、相手追いついてない。これ、相手追いつかないよ、これ。これも飛ばしたんじゃないこれ。さあ、メガネムーンフォースのお時間だ。オッケーオッケーオッケー。まあ、麻痺のね、そう、麻痺で、動けないっていうのもあったんで、まあ、これは、こっちの方が優勢のね、展開でしたわね、これ。さあ、そして、ミライドンがもう一度出てきてしまうと。ここはね、
ポート打っていきそうな感じするので、これサダイジャ引いちゃっていいかな。もう一度サダイジャ行くわ。なんか変なことしてきたらね、ヘビナイム打てばいいんで。はい、パラボラチャージ、しっかりとね、サダイジャで受け流して、で、当然ヘビニラミを打っていくと。いうのはどう？いや、これはね、特攻ぶっかしてるんで、サダイジャしっかりと耐えています。そして砂吐きが発動すると。やっぱこのね、相手に攻撃技打たれてから砂吐きなんで、やっぱターン数が無駄にならないんですよね。カバルドンとか出すと、さっきの出してるターンで一旦無駄になってるんで、で、さらにこのサダイジャの素早さ実数値91。考えるとミライドンが最速じゃなければ、もしかしたらサダイジャが抜いてるんですよね。そしたら、ステルスロックを打っていっちゃっていいんじゃないかな。 OKOK。 じゃあミライドンこれ最速じゃないわ。最速実数したし205とかなんで、まあ、麻痺っても102とかあるんで、ね、さあルーの波動でサダイジャ倒しに来ると。 OKOK。 君に地獄の時間をお見せしよう、ブライオンだ。さあ、グライオン行って、で、もう、ミライド遅いんで、麻痺ってるんでね。なんで、もうここを身代わりをしてっちゃっていいかな、これ。このグライオンの特性のね、まあ、みんなね、まあ、ポイズンヒールとかにしてるんですけれども、今回グライオンしっかり砂隠れにしてるんで、お、ミライドン引っ込めてくれ。月グマか。いや、でも、これ原種の方だ。いや、オッケー。これ原種のガチグマなら、これ、ハイパーボイスが持ってないんですよね、これ。うん。さあ、火炎玉ね、受け取って、これね、暁ガチグマだとハイパーボイスとかで身代わり貫通してくるんですけど、ここはもう身代わり置いたんで、剣舞積んでっちゃってんじゃない。あ、剣の舞だ。おそらくね、相手目線ね、これ、グライオン見て、いや、これ、毒で、戦法来るんじゃないかな、みたいな感じで来てるんで、さあ、空元気はこれ、ぶち当たってしまうが、急所にぶち込んで、おそらく、このガチグマ、火炎玉を持たしてるから、毒状態になんねえぜ、みたいなね、感じで来てるんですけど、まあ、残念ながら、ポイズンヒールではねえんだ。さあ、そして電気消え去って、サラサライは持たしてたんで、サダイジャに。なんで、砂なしがね、結構長いんですよね。なんで、ここ、身代わりどんどん置いてって、おそらく、砂隠れを悟ったんでしょうね。ありがとうございました。はい、マッチングしました。ヒデアキさんお願いします。相手のパーティーがミライドンじゃなくてコライドン、ガオガエンか。で、相手カバルドンいて砂か。そしてアローラベトベトンと、ハバカミと、暁ガチグマというところで。いや、これ暁ガチグマいるとね、こいつハイパーボイス持ってるから、貫通してくるんですけど、まあ、そこもね、まあ、しっかり今回は鋼テラスとかで対策取れてるんで、まあ、まずはこれサダイジャからいこうかな。で、裏にグライオンと、コライドンで晴れにされたら、これハカドとかもね、うまく刺さっていかないので、まあ、これ、ハバカミ、ちょっとなんか重いんですけど、重いよ、なんか。じゃあ、ハバカミ行こうか。この3匹でいきましょう。お願いします。はい、お願いします。コライドンから入ってきました。オッケー。いや、サダイジャね、結構防御も高いので、コライドンの1撃ぐらいならね、しっかり受けていけるんじゃないかなと思いますので、そしたら、まあ、まずはヘビにらみで麻痺させていきましょうか。相手、裏、電気タイプいなかったんで、全体、トンボ返り？うわ、結構。入るね、これね。ハチマキをちょっと疑う火力ではあるものの、ただね、これ後発で砂吐きでね、砂嵐状態にできるので。うわ、カバルドンがいるか。さあ、カバルドン もうヘビ睨みで麻痺させちゃえばもうどうってことないので、まあ、ステルスロックとか巻いといてもいいけど、いやー、でもステロ巻く必要も多分なさそうなんだよね、これ。これね、もうグライオンいっちゃうか。グライオン行くわ。おそらく相手側がステルスロックとか巻いてくると思うんで、まあ、グライオン出しとけば、カバルドンのね、攻撃技の自信とかもすかせるんで。はい、ステルスロック巻いてきた。オッケー。いや、そしたらもうこのね、グライオンは、まあ、毒にならないですよね。まあ、通常これ、よくね、環境によく見るグライオンであれば、ポイズンヒールで毒になってみたいなね、感じになるんですけど、今回は砂隠れなんで、身代わりを受けるんだ。で、カバルドンって、まあ、正直なんだっけ、あくびとかね、撃ってくる機械なんで、身代わり置いとけばね、はい、体が染みつく動けませんか。まあ、吹き飛ばし持ってる可能性もあるけど、まあ、吹き飛ばしにもね、命中率というものがあるので、ここはしっかりと研磨を積んでいきましょう。まあ、吹き飛ばし来てもね、まあ、しっかり避けるんで、砂隠れね。砂隠れと、プラス粉もあるんでね。貝の粉で、確実に避けていくんで、
ストーンエッジ、おっと、なるほど。ってことはこれ、人橋ない感じですね。で、しかもこれストーンエッジ打つってことは、はい、身代わり割れない。多分これ、人橋ないですね。これ、剣舞どんどん行くわけよ。さあ、カバルドン引っ込めてきて、羽ばたく神が出てくると。いや、ただ、この羽ばかみって別にさ、音技、なんだっけ、まあ、ここ、剣舞、ネズミ、がっちりと積んでいって、で、これ砂溜め行くんで、これ、タスキとか、この羽ばかみだとしても、貫通できるんで、そしたら、じゃあ、地震行っちゃいましょうかね。あー、滅びの歌があるのか、いい。いや、ただ、もうこれね、滅びって、3ターンの猶予がね、あるんですよ。なんで、もう今、2回剣舞で詰めてますので、当然、幅紙ワンパンして、これ残り3ターンなんですよね。これ3ターンのうちに、あと、コライドンと、カバルドン倒すだけなんで、はい、カバルドン来て、そしたらもうこれ、地震最大火力でいっていこうか。あー、グライオンの地震だ。それでカバルドンを、いい削り。いや、これは、だとしても、いや、怠けるはどうだ。でもこれ、怠けるでも打ってなくねえか、これ。になるけど、相手回復系の持ち物持ってないんで、これ、地震で多分突破できる。さあ、ぐらいよ、地震だ。これ、もう倒せ。おでえ !2 回剣舞積んでいる。さあ、どうする？うん、砂嵐がもう収まっても、さあ、残り動けるんだよ、こっちはよ。ブライドンが出てくるんですけど、黄色のことで、ね、これ、派手になっちゃうんですよね。うん。まあ、スケールショット抜群なんですけど、まあ、外しもあるんですし、2回で終わっちゃったりしたらね、ちょっと悲しいことになっちゃうんで、まあ、こう普通に自信を打っていきましょうか。そう、テラスだね。これ、あれじゃない、炎テラスとかだったら、いくけど、大丈夫君。ブライドンくん？ブライドンくん！まあね、まあ、スケショットが覚えるから、まあ、それをね、今読んできたんでしょうけど、しかもフレアドライブを打っている。これ、反動ダメージも入るんで、身代わり消えたところで、さあ、グライオン、最後の力を見せてやれ。タイプ1、2回剣舞、A 特化実施ね。ありがとうございました。やっぱね、グライオン見ると、やっぱみんなね、ポイズンヒール警戒してくるんですけど、もう残念ながら剣舞積んじゃうんで、滅びの歌を打ったとしても、間に合いませんと。ありがとうございました。はい、マッチングしました。ハルトさんお願いします。相手のバディがミライドン、スイ君、鉄の毒が鉄の輪立ち、パオジアンとオーロンゲといったところで、であれば、まあ、初手はこれね、毒画から来ることもあれば、まあ、輪立ちから来る、まあ、そんな予感もしていますので、これでレシラムから入ってっちゃっても面白いかもしれないですね。で、裏から、まあ、サダイジャと、で、まあ、グライオン行っちゃいましょうかね。お願いします。はい、お願いします。はい、鉄の輪立ち来た。そしたら、これレシラムめちゃくちゃ出し勝ってって、まあ、めちゃくちゃでもねえか。うん。結局相手の自信抜群になっちゃってるから、まあ、お互いね、まあ、弱点つけるっていう感じなんですけど、まあ、これはね、まあ、力の差というものを、しっかり見せつけていきたいなと思いますので、まあ、まずはこれ青い炎いきましょう。あたけ落とす。まあ、これは白いハーブ落とされちゃうんですけど、まあ、それでいいので、青い炎でお前を燃やし尽くすからだ。相手の感じ、そうだよね。こっちに、グライオンとかいるから、鉄の毒か、の毒ビシとかは入りづらいんですよね。まあ、オーロンゲもワンチャンあるかなと思ったんですけど、まあ、ここは鉄の輪立ちでステルスロックはね、まあ、巻いてくる機会になってくるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、相手は、先落とすね。まあ、しっかりレシラムの行く。ね、なんか、ね、はいはい、スキューネ、スキューネ、スイ君来てしまうか、さっき、じゃあ放たれて、これ、シバハブ落とされちゃったから、これ、流星群が連発できないんですよね。ただ、これ、レシラム対面で、できることって、まあ、瞑想を積むことぐらいだと思うんですよ。で、ここはちょっとサダイジャに引いて、しっかりヘビニラミぶち込んでいくのがいいんじゃないでしょうか。さあ、これレシラム引きましょう。まあ、相手はおそらく裏、ミライドンだと思うんで、ネットを送るか。しかし、サダイジャの特殊耐久。そして、砂吐きも発動していくと。これで次の、なんだっけ、ネットも耐えるので、で、相手は食べ残しを持たして、まあ、火力もそんななかったんで、耐久ぶりだと思うんで、まあ、こうしっかりヘビニラミで、ね、睨ましていく。あ
あうん、あいやじゃあいいわ、うん、こっちは地震とか打っといて身代わり壊わせればいいかな、うん、こっち来てくるけど、いやでもサダイジャもね言うてやっぱタイプ1の地震ですから、スイ君ぐらいの身代わりは割ってもらわないと困る。さあ地震かなっていく、あでもさすがに割れると思ったけどなこれ。よし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 、これ最低限の仕事はできてる。こうなると相手はもう瞑想もね、まあ、そう簡単には積んでいけないので、身代わりももうね置けないんで、スタダメとで食べ残しで HP はイーブンになっていきつつ、ここ地震レンタルでいい、もう倒されて OK ですね。熱湯来る。さあこれサダイでしっかりとね、うん、倒されていくんですけれども、ここで俺の切り札がうなりを上げるわけなんです。グライオンをどう見るかな。さあグライオン投げてって、まあおそらくこれ毒がね相手目線怖いと思うので、まあ初手身代わり来ると思うんですよ。なんでこっちも、まあ、当然のことし身代わり置いていく。はい、身代わり、こっちが早いってことは、まあ、スイカ素早く振ってないですね。グライオン結構今回素早く振ってるんで。うわ、冷凍ビーム打ってくるか。なるほどね。しかもこれね、砂隠れプラス、光の粉に対してしっかり当ててきてるのが偉いんですけど、ただ砂嵐のダメージはお前を持っていく。レービネット、瞑想、身代わりか。うわ、お前回復手段がもう食べ残しかないんで、ここもう剥がれテラス行って、身代わり行きましょう。レービが来たとしても、多分、身代わり残るんで、まあ、その前に当たんないけどね。さあ、金テラスの時間だ。ここでさ、身代わりを置いていくことによって、これで、スイ君は、冷凍ビームが、はい、外れてる。テラス切んなくてもよかったじゃんってなるけど、まあ、ここはね、念には念をというところで、その焦っている間に、俺がどんどん剣舞を積んでいく。剣舞入るよ。さあ、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 さあ。相手を身代わり置いてくれ。はい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 。もうそんなのはね、もう計算済みなんですよ。砂ダメージで、もう砂ダメージもね、入るんで、相手をね、もうフリーにさせないっていうね、フリーに回復させませんと。砂さんが残り1ターンなんで、もう、もう1剣舞いくわ。さすがのね、まあ、スイ君の耐久っていうのも考えて、こうやってどんどん剣舞を積んでいきましょう。まあ砂もあるんで、さあ剣舞いって、うわ、ネット当たるか。うわうわうわ、これはやりますね。ちょっと瞑想積まれてるんで、さすがに身ありきえてしまうんですけども、砂収まって、まあそれでも、まあ、光の粉も出してるんで、こう身代わりどんどんいっちゃっていいわけなんですよね。これネット致死ライン入っちゃってるんで、ここは身代わりでどんどんね受けてって、ハイネット当たらない。いや、これがね光の粉という持ち物です。はい、これ持たして避ければもう全部勝てるんで、そしたらもうスケールショットで身代わりをどんどん貫通していく。2回剣舞積んでるから多分一発で身代わりは壊せると思うんだよな。スケールショットで身代わり、これ壊してほしいな一発で。あー壊れないか。さあただ2発目急所、いや1発目に当たればそれで身代わり壊せたんじゃないか。さあそしたら3発目中どんどんいっちゃおうか。これ OK、 3発目、いや結構いいダメージ入ってるよ。4発当たる？はい、そして、ウィーっていうね、うん。で、これで素早さが上がっていくので、これ、熱湯は食らうんですけれども、グライオン身代わりね、これで消えてしまうんですけれども、ただもうここまで削れてしまえば、こっちはもう2回剣舞積んでるので、いや、どうすっかな。やっぱり、もういいか。これもう一身代わりいっちゃおうか。これ身代わりもう一回いくわ。ワンチャンこれ相手外しもあるんで、にゃー当たるか。まあ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 いいでしょう。そしたらもうここまでスイ君削れてれば地震で倒せるんだよ。いや、オッケーオッケーオッケー、よしよし、なんとかね、これ難攻不落のスイ君をねしっかりと突破していく。これがね、グライオンの強み。さあ、そして最後、ミライドンなんですけれども、まあ、ミライドンがですね、まあ、素晴らしい実質、収束値135の、まあ、最速でね、まあ、205しかないというところで、今回のグライオンね、素晴らしさちょっと調整してまして、スケールショット一発撃つと、実質207かな。なんで、これミライドン抜けるようになります。なんで、そしたら、地震を撃っていく。まあ、テラス来るけど、
まあでもそこでテラス切っちゃうとさ、地震を透かせるテラスで、うん、水テラス、いやどうだろうこれ、攻撃特化してて今回で剣前2回積んでる、え、マジ突破ある、突破あるぞこれ、桜井の地震で未来の突破していく皆さん、グライオンはちま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 ポイズンヒルじゃないです。男は剣舞積んでいくんだ。あらっしゃ。